はい、まあ、聴力すると補正でございます。日時はですね、2022年6月の29日でございます。はい、私のですね、動画で前回お伝えしたセブンイレブン東青梅ですね、5丁目北店、東青梅5丁目北店のですね、閉店の動画を作りましたけれども、本日6月29日になってしまいました。はい、今現在はですね、昼前なんですけれども、あと数時間でですね、こちらの店舗閉店してしまいます。はい、すでにですね、閉店の準備でしょうか、セブンイレブンの本社の方の、車でしょうか、すでにですね、閉店の準備に入っております。あと数時間でですね、こちらの店舗閉店となってしまう模様でございます。はい、大変残念です。はい、立地も良かったんですけれどもね、本当に残念です。店員の方にですね、お聞きしたところ、オープンしてからですね、まだ、オープンしてからですね、まだ5年ぐらいじゃないのかな、なんていうね、お話も聞いたんですけれども、いやー早いですね。またですね、本日、閉店後、完全閉店後のですね、映像を撮りたいと思います。はい、現場から以上でございます。街を良くすると、ホスヤ井田でございました。